プレイボールって言うと小島店員っぽいだろ。6月1週さあ、ワールドプレミアリーグというのがなかなか、戦いが難しい、感じですな。まあ戦いが難しいですが、全力で戦って J リーグで休むみたいな戦い方をしてるからな。そんな戦い方をして勝っていけばいいんでしょっていう甘い考えで臨んでおります。とりあえずこんな感じかな。クバチが控えにいるという力強さね。そうなんで、外国人選手に踊る関係でクバチが出れないっていうのがかわいそう。どうだ、おし。まあ J リーグだともう負けねえだろうな、さすがに。うん、負けないね。今だって J リーグにどんぐらいの差で勝ってんだろう、うち。1位？ 1 位ですな。5点差。15戦15勝。あ、なんだかんだ無敗か。なんだかんだ無敗は1回もないからね。無敗中か、全勝優勝は1回もないですからね。さすがに世界のね、リーグ3番目に強いところで戦ってますから、そろそろなんかね、これは強かったなっていうぐらいの時あればいいんだけど。さあ、店長来たよ。店長の時間だよ。店長の時間ですよ。店長が一番輝く時間ですよ。はい、大成功。店長が一番輝ける。店長輝いてるね。もう一日店長をやるためだけにもうこのチームいるみたいな。グアダラハラ。これがあれか、1位か。ここを直接対決で叩ければ、うちの勝ちが見えてくるということか。なるほどね。じゃあ、勝ちますか。じゃあ、全力でいきましょう。あ、対戦クラブ情報。そんな強くないんか。あ、でも、カドゥケス。これすごいね。これはすごいな。カドゥケス。守備的チームなのか。その失点が異常に少ないっていうのは。なるほど。で、メキシコのチームなんだね。とにかくこのカドゥケスっていう絶対的な守備のエースがいるんだろうな。さあ、しかしここは佐世保の地。佐世保の地でメキシコの常識は通じねえぜ。勝てるかな。ビバレティ、わかんねえな。メキシコの人がいっぱい来るなんてことないからな、佐世保に。米軍がダメダメって言って追い返しちゃうかもしれない。あ、かっこいいな、向こうのユニフォーム。青白ってかっこいいね。あ、でもうちの緑のユニフォームもなかなか様になってきたからね。なんだかんだもう緑イコール強いみたいな、そういう図式が成り立ってもいいぐらい勝ってますからね。うん、オッケーです。うん、レベラーニがこんなとこまで。うん、ほら、おし、OK。 うん、喉の痛みは消えたんだけど、なんか調子悪いんだよ相変わらず。通るか。通った。この距離かい。この距離かい。どう組み立てる。サッカーのね、パスとかはもう分かんないね、俺は。いい、レッド。サッカーのパスの出し方とかも分かんないよ、俺は。クリスチャン・ロナウド。いった。やっぱフリーキック職人がいねえからな、今。カサレスなら決めてた。佐世保が誇るスナイパー、無法地帯のスナイパー、カサレスなら今のは決めてた。うん、まあまあ案の定攻撃のチームじゃないなっていう感じがするよね。やっぱちょっと守備的チームなのかなっていう印象はありますな。前にパス出せ、前にオフサイドになっちゃうか。
ダッシュパスカットレベル3。うわ、勝つな。テクニカルトラップレベル4。なかなかあれだね。なかなかにこの連携プレイが取れてるね、向こうは。クバチが抑えられたか。できればこのまま何もなく終わることを祈っています。はい、ありがとう。点入るかな、無理かな、いけるか、いけいけ、ラストワンプレー。ああ、まあまあまあ、入ったら大負けみたいなもんですよ。 OK、 僕殺し屋なんですよ。あなたのことなんか殺せるんですよ。実力行使に挑んできたマラといつもやる。もうでもチーム力でいうと圧倒的に勝ってるからな。さすがにそろそろ1点ぐらい決めてくんないと。うん、OK。 でもなんか続かないな、パスが。タッチアップ OK。 ドミングエスカドケ、ん、まずいか、あぶねえ。さすが川口さん、パワープレイで崩そう。ベルベットパスレベル5。さあ、これを前にスパーンと、うん。全然じゃないですか、もう。 OK、 川口さんのおかげで点は入ってないな。惜しいね。いいね、いいね。お、これ何、これ何、これ何、どういうこと今。嘘だろ今。お、何何、なんでロングボスボールばっからしいの、みんな。そのパワープレイってそういうことじゃないよ、多分。多分パワープレイってそういうことじゃないと思うよ。ああ、ロナウド、これはファールです。さあ、ロナウドがここからフリーキック、パスになった。ミクリアさん、これ頼むぜ。直接対決で勝てれば本当に。あ、キーマンいねえんだって、そりゃ。キーマンいねえ、キーマンいねえ、キーマンいねえよ。パワープレイ、パワープレイ、もうディフェンスなんか考えるな。パワープレイでいけ。1点でいい、マジで1点でいいんだから。ダメかも。どうだろう、ボールスタイムできるかな。何のパスだそれは。ちょっと攻撃がちょっと世界的なことにしようとしてるのは何だろう。何だ今の攻撃は、本当にどんどんゴール前にロングボール蹴ってって点決まってるの。アメフトかよ、やってることアメフトと変わんねえよ。順位変動は多分俺らがちょっと下がったかな。なんかみんなでアメフト見たのかな、アメフト見たのかな、みんなでアイシールド21見たのかな、それでみんななんか変なこと始めちゃったのかな。こういうのやろうぜっつって。ダメだよそういうのは、本当にあんまり良くないんだから、そういうのやっても。何をみんなは何を目指しているのか。アポロみたいなことかな、 NASA 高校の、なんだかあったよね、アポロシャトルパスね、シャトルパスって、あのアイシールドの DS のゲームだとシャトルパスって言ってすごいブワーって80ヤードぐらい進むパスがあるんですよ、シャトルパスね。パンサーとかいたな、ゴンザレス、サニー、ゴンザレス弟と、あとワットだっけ、とかね、使いやすい、ワットそんな使いやすくねえか。ワイドレシーバーだともうモンターが圧倒的に使いやすかったな。あと、鉄馬か。いや、DS のアイシールドのゲーム結構好きだったな。割とハマってやったな。コレオグラフィーとして成立しそう。大成功一回もねえんだよな。
最近分け目をねちょっと右から左へ変えたりとかいろいろしてるんですけど、なかなか定まりませんな。さあ今日はまたあれか、外国との戦いか、なんか諸外国の列強たちとの戦いになるのか。 FC ボカ、まああんまり強くないですね。うん、ディエゴリベロ、アルゼンチンだから強そうだけどね。これがすごいのか、このディフェンダーがすごいんだな。このディフェンダーがすごいっていう部門で1位。このミステリーがすごいみたいな、このディフェンスがすごい。点が入られた、入れられた、まずいよ。同点にしてくれれば。おお、同点。いやー、同点だな。これは順位結構下がったんじゃない？ 5 位ぐらいになったんじゃないの。大会情報、3位か。ああ、でも同率3位。 CA とグアダラハラが強いね。ここを倒さないと本当に上にはいけないですね。だから次の直接対決でどっちも倒さなきゃと1位2位は取れないと。満足を上げるプロモは行われていません。500人減りました。なんて答え。そうか、はい、人気に注意して、中山さんですよ。感染注意ポスターは基本的にもう全部中山さん、グッズも全部中山さん、あのセミナーとかも全部中山さん。店長は言いました。だけど店長は言いました。ウェルディ、うん、これでいくか。ゴー、よし、 OK。 前に9点ロサンゼルスから取った時の点数を違う大会、違う試合でもう取れるようになればな。攻撃力はすごいと思うんだけどな。なんで上一つに勝てないんだろう、 AC マドリードで。これがディビジョン3っていうんだから不思議だよな。ディビジョン2、ディビジョン1があるってことでしょ。だから要はディビジョン1はあれだよね、インテルとかなんかその辺のもう特に有名なこのチームがやるんだろうなっていう感じですわな。これがなかなか難しいですな。現在活躍してるかどうか、誰が一番活躍してるんだい。ロナウドか、ロナウドだな。10億円もらってるからな、年俸な。年俸10億もらってるけど、全然でもそれを返せるぐらいの経済効果はありますからね。1試合で8億円ぐらい入るからね。それを考えるとありがたいよね。ロナウド様様ですよ、本当に。今日はこれでいってみるか。映えがなんかガッて伸びないかな。てかまだ21歳なんだよな、そう考えたら。よく考えたら21歳なんですわ。マラトーイズマイルフォまだ22だし。クワチに関してももう21ですしね。3年後ぐらいが楽しみですね。ロナウド23、リベラリも25とかでしょ。25か、意外と言ってんだ。意外と言ってんだ。 GO、 おーし、リベラーニ、ナイスリベラーニ、 GO、 おーし、リベラーニ、イエー、リベラーニ、ハン、リベラーニ、オッケー、リベラーニ、ナイスですね。リベラーニのおかげで勝ってるな。だからまあリベラーニがいなかったら負ける試合もあるってことだな。今日みたいな試合はリベラーニのおかげで点を取ってる。だから左ウィングの方で、左ウィングの方でクロレラがすごいね警戒されてるから右の方が手打つになってるのかもしれないけども、実は右も左もあんまり変わんないぐらい警戒しないと点が取られちゃうっていうこの罠、ソルダートの罠。次の試合は J1 か。お、ついに700億超えた。そろそろなんかディフェンダーなんか外人取ってもいいな。ディフェンダーの外人でも取っていいかな。結
構いいかもね、ディフェンダーの外人。ディフェンダーの外人って言ったらなんか、なんだろう、オペラ座の怪人みたいな五感が五感が完全にオペラ座の怪人なんだよ。ディフェンダーの外国人一人とってね、そのなんかワールドプレミアリーグの時はすごいそいつも使っていければディフェンダーがすごい楽になるけどね。山本慎也さんを出して、慎也さん出してかな、慎也さんを出してディフェンダーを取るっていうのは意外といい作戦かもしれない。あれ今年何人取るんだっけ、ユースは。ユース何人入るんだろうな。それによっては試合選手枠も開けなきゃいけないし、これなかなかあれかもな。プレミアリーグになってからちょっと作戦考えなきゃいけないのかな。月間ベストイレブン、ロナウド、鷹取、ミクリア、大阪。得点ランキング、クリスチャン・ロナウド4ゴール差で1位、おめでとう。シャリッチ、シャチリ、シャチリか、こいつもずっといるよな。ロナウドがとにかく点を決めれれば一問戦で勝てる。若手の再発掘が得意。そんなに再発掘ってもう一回いけるってことかな。よく考えたらユースの方で外人を探さないようにしましたけど、探してもいいかもな。あ、どうしよう、レベル9か。いっか、とりあえずこのまま行ってレベル10にしてまた違うやつにしよう。そう、お、なんだこれ、地球マークがついてるな。チャレンジは何やってもしょうがねえか。どうしようかな、とりあえずガーツ入れちゃうか。キャンプ入れてもしょうがないからな。あ、沖縄とかついてる。あ、いいね、すごいね。沖縄とかつくようになったんだ。7月に沖縄ってすごい楽しいけどね7月に沖縄楽しいな。どうしようかな、それでもいいな。別に行く必要はあんまないんだろうけど、海外とかあんのかな、なんか。まあこの辺か、ドバイ。あ、ドバイね、3週間でドバイか。7月に沖縄いいな。7月に沖縄来てえわ。7月に沖縄で行きましょうどうぞ戦ってもだな。7月に沖縄行きましょうか、みんなで。これはいい夏休みになるな。いい夏休みいい夏休みの時は思わずいい夏休みって言っちゃうね、これ。なんだこの不穏な音は、なんだこの不穏な音は。鈴木啓太は代表に選ばれなかった。まあまあそんな気はするよね。はい、ワールド、あ、普通に中鳥さんと佐々木さんが代表入りか。あ、ということは2人は沖縄行けないの2人は沖縄に行けないの。楽しみにねしてたのにね、沖縄みんなね。今日はおすすめしたい話があります。うん、実はトットナム FC に素晴らしい才能を持ったマクマナラという若手の選手がいる。スランプに陥ったみたい。ま、ん、トットナム、トットナムか。ちょっと話だけ見てみるか。よかったよかった、中鳥さん選ばれて、佐々木さんも選ばれて、で3人目はなんだ、鈴木啓太、落ちたやつね。はい、次クリスチアーノ・ロナウド、あ、選ばれた。あ、すごい。アンダー23、クバチ選ばれた代表選ばれすぎ。中田浩司、あ、トットナムにすごい人がいるって。見るだけ見てみるか、どんな人でしょうか。トットナムね、イングランドだったかな。はいはい、もうご存知。でこれか、マクマナラ
23歳、イケメンか本当に本当にイケメンか、怪しいぞこれがイケメンかどうかは。何こいつが、何なのこいつが、なんかあれなの、深刻な中盤か。でも外国籍枠だからな、左サイドか。チーム事情的にあんまいらないっちゃいらないんだよな。チーム事情的にはあんまり必要じゃないんだよな。スランプか。でもかわいそうだ、まあ、かわいそうなんだよな。かわいそうかどうかで言っちゃうとかわいそうなんだよな。それを考えると入れたいっちゃ入れたいんだよな。多分チーム事情的にあんまり必要じゃないからな、言っても。どうしよう。なんか南米、道は飛んだよ。美女に向かって放たれた弾丸を彼にインターセプトしのげた男よ。これでいくか。南米は良さそう南米は良さそうだな。14週間、結構長いけどまあいいか。さあみんな楽しみに沖縄旅行です。7月に沖縄楽しいだろうな。台風だったら嫌だけどね。台風だったら嫌だね。3週間休みを設けよう。いやー困ったね。沖縄行ってきます。いいなー沖縄、行きてえなー沖縄、ガンガン行きてえなー沖縄、楽しみだなー。楽しいだろうな沖縄。鈴木啓太なんか不満を持ってたな。一応面談してみるか。あんま関係ないか。沖縄旅行いいな、俺も沖縄来てえな。こんな楽しい旅行ないよね。だらだらとサッカーして代表戦見てねえ楽しい、そら楽しいでしょうよ。ベラルーシ代表が日本勝ちと。あ、そうだ、そんなことよりユースのこと考えなきゃ。ユースチーム今年は、今年は那覇さんか。中盤がまた一人増えるな。那覇さんを上げて小川どうしようかな。中島昭夫、武藤がねいるから武藤をあげなきゃな。東条秀虎はどうなるんだろう、強いのかな。川島が来たのはでかいよね。でもね、あとはどうしようか。とりあえずディフェンダーをなんか直接交渉で実は一人ぐらい奪えるんじゃないか。それぐらい若手のなんかいいディフェンダーいけそうじゃないか。キーワードは、キーワードはそう、守備の要あ、結構いるじゃない、すごいね。お、すごいね。キャラがお、リバプール気質の熱いハートで後方からチームを鼓舞する。すごいな。これ岩下さんの完全になる 上の完全に岩下さんの上位互換だね。おお、なるほどね。うん、キャラがいいかもね。キャラが面白いけどね。イングランド見てくれたら面白いけどな。どうしようかな。ただまあ外国籍、完全にワールドプレミアリーグに対してのそのなんかアプローチというか、だから J リーグでは使えないけどって感じなんだよな。ってなるとどうしたらいいだろう。まあだから枠は1個あってんだよ。山本くんを出すかっていう話なんだよな。まあ、山本くんを出していいっていう話であるけどね。
あれってか、これってあれだっけ、どっち、どこれどっちだ、取り始めたやつか、どっちだこれ取り始めたやつか、これ どっちですかこれどっちこれ取り始めたやつ、ちょっと一回確認しよう、ちょっとあれどっちか分からなかったけど、もういいか、とりあえず十何分取って時効の挨拶で一回閉めてもいいのか、あれこれどっちだっけ、うわーもう分かんねえ、中継するべきかどうか分かんねえな、さよならっつって一回切って中継してもいいけどね違いましたって言っても始めてもいいって話なんだけど、なあ山本慎也監督出すか、とりあえず、そしたら全く山本慎也監督来ないんだよな、でも2億じゃ無理か、じゃあ1億2500万これでどうだろうか、外国のディフェンダー1人いてもいいね、面白いかもね、眉毛をちょっと形変えようかな、今鏡パッと見た時に眉毛の形をちょっと変えてみようかなと思った今日この頃、中原さん上げて、平野さん上げて、とりあえずこれで試合はできるな、見せてやれ沖縄旅行の力を、沖縄旅行の底力沖縄でいかに俺たちが琉球を見たか、ほらこれが琉球を楽しんだ力じゃない、7月の沖縄は楽しいぜ、いいね、そうクリスチアーノ・ロナウドの左ウィングの空きは高木さんがやってくれるからすごいありがたい、いやいいね、ん、あ久々だねアブさん、新しい練習、クルンケル、あら可愛い名前じゃないですかクルンケル、ユンケルみたいな可愛い名前じゃないの、シーズン通して戦い力になった、空手になった、まあそうだろうな、全体的に多くの覚醒ポイントを入れるようになった、ああいいね、それはいいよ、あんまり得てる人いないね、でもね得ましたって書いてあったけど、あんまり得てる人いないかな、スロベニアは日本勝ち、そういえば特別練習みたいなやつ何もしないか、帰属校練習とかもしないのかな、みんな疲れてんなみんな疲れてますな、カットインの極意みたいなやつ、みんな疲れてるね、どうしようかな、鈴木啓太のアンカーの極意、これで1個上がったらもうおけもんですな、あともう1人ぐらい上げたいけどね、倍上がるかな、上がんねえか、リベラーにもう上がんねえか、世界を虜にすれば一番上だっけ、だった気がするな、これでいっか、とりあえず、さあ特別給養はめっちゃ特別給与入ってるな、これでいきましょう、さあ2週連続休み楽しいだろうな、あーサイン会か、もう中山さんでいっか、さあサイン会だ、あリーダーシップね、俺はこのパートは実はまだ中継する前のさあやっていきましょうっつって始まったやつだと思ってるんだけど、どっちだろうか、一旦さよならにさせようか、とりあえず一旦さよならの挨拶しましょう、さよならの挨拶をしてどっちだったか見ましょう、それで考えていこう、よし、あれまだか、はい、マラトイズマイル特別練習、はい OK です、よし、じゃあ今回はこれでお願いします、それではまた次回を楽しみに、あれまだあるか、あまだワンチャンやるな、ドイツ代表引き分け、それじゃあ今回はこれで終わります。それではまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。